ーコーラスで歌う「翼をください」のサビの部分を解説します。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。この大空は空を表します。翼を広げる、こここだわりのポイントなんですけど、バッて翼を広げるのではなくて、ゆっくり覚悟を決めるように、行くよ行くよ飛んでいくよのように片方ずつこう上げていきます。そして大きな動きで、ちょっと大きな鳥のイメージで肩から動かすように羽ばたきます。翼を広げ飛んで行きたいよってやってるんですけど、これは自分の気持ちも一緒に飛んでいけというふうに表しています。普通に手話コーラスだと、飛んでいきたいというふうにやるかもしれないんですけど、私はもう気持ちでこう気持ちをこう飛んでけというイメージで、翼を広げ飛んで行きたい、心も飛んでけっていうふうにやっています。じゃあちょっとつなげてやってみますね。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。大丈夫ですか？次いきます。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたいというふうにやってます。これちょっと難しいんですけど、悲しみのない、まず悲しいから泣いちゃいます。悲しみのない、実はこれ「ない」ってもしかするとやるかもしれないですけど、「ない」じゃなくて、私は悲しみのない、悲しみが消えるというふうにやっています。でこれは悲しみがなくなってしまうのではなくて、楽しいんだけれどもその気持ちがふっと消えていくような楽しいこともあるよっていうことが伝えたいので、悲しみのない自由な空へ、自由に動ける空は大空と一緒でこう大きく手を広げます。自由な空へ翼をはためかせるので、これはもうそのまま大きく広げていって、ここもこだわりポイントです。広げて羽ばたいていって、ここ鳥にします。鳥が飛んでいくようにこう見える、これ練習必要です。こういう風じゃないです。これだと蝶々になっちゃうので、鳥が飛んでいくように柔らかく羽を広げて飛んでいくように動かして、最後はもっと遠くへ飛んでいけのような感じで、こうちょっと伸び上がって手を伸ばしてみます。じゃあ一回歌と一緒にやってみます。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたいとなります。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。フルバージョンが知りたい人はコメントくださいね。ハーティーコーラスで歌う翼をください。今私の願い事がこの背中に鳥